米セレブレーションスタジオへようこそ。僕の名前はセンちゃん、アニメーターです。アニメーターっていうのはね、アニメーションを作ってる特別なアーティストのことなんだ。みんなにはまもなく僕のアニメーションスタジオに入ってくるね。そこでどうやってアニメーションが作られてるのかみんなに見てもらいたいな。あ、アニメーションって言ってもまずは絵を描くところから始めるんだよ。みんなの中で絵を描くのが好きな人手を挙げて。おー、結構いて、だけど大人の皆さん、この空気読むことですよ。ねえ、手を挙げてくれたみんなありがとう。僕はね、たくさんいる動物の中でも猿さんの絵を描くのが一番好きなんだ。Thank you.
に何枚も何枚も絵を描くんだ。その後で使うのがスキャナー。スキャナーっていうのはね、絵をコピーしてパソコンに入れるための機械のことなんだ。そして入れた絵を順番に並べていくと、まるで絵が本当に動いているかのように見えてくるんだ。まるで魔法みたいでしょ。業務連絡です。業務連絡です。アニメーターは今すぐアニメーションスタジオに戻ってください。スキャナーが異常な音を立てています。確認をお願いします。あらあ、みんなごめんね。どうやら僕のスキャナーの調子がまたおかしいみたい。きちんとアニメーションを仕上げたいので、僕は一足先にスタジオに行ってスキャナーが直せるかどうか見てくるね。みんなとはまたスタジオで会おう。おっと、大事なことを忘れてたよ。ジョージがここでみんなに見てもらいたいものがあるんだって。みんなはそれを見てからスタジオに来てね。それじゃあまた後ほど。皆様こんにちは、プレイングウィズおさるのジョージへようこそ。このアトラクションでは皆さんの目の前におさるのジョージが登場します。アニメーションスタジオの中では飲食はご遠慮ください。アニメーションスタジオの中では携帯電話の使用はご遠慮ください。アニメーションスタジオでの撮影は可能ですが、フラッシュを用いての撮影はご遠慮ください。よし、フラッシュはダメよ。アニメーションスタジオでは照明が激しく点滅する場合があります。またアニメーションスタジオでは照明が消える場合があります。またアニメーションスタジオでは機械のガシャ音や大きな音を出す場合があります。ジョージ大丈夫？ショーが廃止してからのご入場はできません。グループのメンバーが全員揃ってからお入りください。ジョージは中で皆様をお待ちしています。よし、これで大丈夫かな。お、みんな、またまた、こんにちは。スキャナーは今のところ治ってるみたい。僕のアニメーションスタジオどう？結構かっこいいでしょ。どうしてこんな特別な部屋で作業してるのかって、それはね、僕の描いた絵にホコリとか汚れとかがつかないようにするためなんだよ。そんなものがついてしまったら大変なことになってしまうからね。よし、そろそろ絵の具が乾く頃だよ。あとはこの最後の1枚をスキャンしてパソコンに取り込めば、いよいよアニメーションの出来上がり。さあ、スキャナーがちゃんと動くかな。してくれよスキャナー。もうこんなはずじゃなかったのにって。おい、何が起こったの？どうして僕が？嘘、これって黄色い帽子のおじさんの服だよね。うわー、すごい、めちゃくちゃかっこいいな。やった。じゃあ僕は黄色い帽子のアニメーターってことだね。あー、素敵なパンツだね。あー、だけどこのスキャナー本当にどうにかしないとな。あれ、ジョージはどうしたんだろう。いなくなっちゃったよ。みんな
上司がどこへ行ったか知らない？え、なになに？後ろ？本当に？後ろだね。後ろ。あれ？ね、みんな、上司後ろにいなかったよ。え、横、横だね、横横。え、うわ、何？今の何？上司がいたんだね。みんな、僕のことからかってるの？本当に上司見たの？あ、それともこのスキャナーがおかしいせいかな。はい、ちょっと待って、長寿はみんなと一緒にそっちにいるんだね。今行くよ。みんな長寿だか。はい、いないよ。もうどこにもいないじゃん。だんだん僕疲れてるじゃん。何、僕長寿じゃないよ、よく似てるって言われる。え、違う。もうやだよ。いい、わかった。このスキャナーの電源切るからね。えいっと。僕のアニメーションスタジオにようこそ、ジョージ。僕はここで君のアニメーションを作ってるんだよ。ここにいるのはみんな僕のお友達さ、ジョージ。僕がどうやって君のアニメーションを作ってるのか見に来てくれたのさ。みんな、ジョージ、こんにちはって挨拶してみようか。いくよ、せーの、こんにちは。みんなに真似してほしいの。みんな、ジョージが一緒に遊びたいんだって。みんなは座ったままでジョージのすること一緒に真似してみよう。さ、準備はいいよ、始めて。ジョージ、ジョージが歩きましたね。みんなもその場で足踏みしてみて。そう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 、大人のみんなもやるんだよ。みんなとっても上手。よし、じゃあジョージ、次は何かな。手を叩くのができる？反対。お、また反対だって。そう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 。お、今度は下だよ。みんなグッド、とっても上手。お、片足を上げて、お、腕もつけてみよう。こんな感じかな。お、これはお猿のダンス、とっても上手。あれ、ちょっと待って、ジョージ、これ早すぎない？みんなついてこれる？じゃあジョージ、僕は今から君のアニメを作るから、その間お利口さんにしていてね。いいお猿さんでいるんだよ。何ジョージ？ああ、これ？これはね、僕が絵を描くためのテーブル。ここで君のアニメーションの元になる絵を描いてるんだ。お、ジョージはいろんなことに興味があるみたいだね。何か書いてみる？ああ、君が書きたいものを書いたらいいんだよ。みんな、ジョージが何の絵を描いてるのか見てみようか。さあ、ジョージ、こっちにおいで。さあ、みんな、ジョージが何の絵を描くのか当ててみよう。教授から見てみて、この形、この形なんだ。三角？女子、これ三角で合ってる？お、合ってるって、三角大正解。みんなすごいね、よかったね。ほら、ちょっと待って、この絵は続きがあるみたい。なになに？そう、三角に三角くっついたの、これなんだかわかる？お、ダイヤモンド？大人のみんなが大好きなダイヤモンド？笑ってるってことはそういうことだね。あ、待って、ダイヤモンドが尻尾が生えた。今分かったよね。タコ、タコ、そう、これジョージが大好きな空に飛ばすタコ揚げのタコだね。やったね、ジョージ、とっても上手に描けてたよ。ほらら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 。そうだ、ジョージ、絵にふーって息を吹きかけて乾かしてみよう。そうそう、
そう、そんな感じ。うまいぞ。みんなにも見てもらおうか。ね。よーし、ジョージ、準備はいい？オッケー。それじゃあみんなでジョージが絵を乾かすところを見てあげようか。ジョージ、さっきみたいに大きく息を吸ってその絵を乾かしてみよう。できるかな？そうそう、そんな感じ。あ、今度はお兄さんと一緒に2回吹くよ。みんなも見ててね。いくよ、せーの。ふぅ、息ぴったり。みんな、ジョージに拍手。ありがとう。ジョージ、みんなが拍手してくれてみたら。ジョージ、何やってるの？待って、ジョージ、それつけちゃダメだよ。ジョージ、あ、つけちゃった。うわー、大丈夫？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 大変だ。ジョージ、今助けに行くね。そろそろ僕の絵の中に戻ってもらわないと。君のアニメーションも仕上げないといけないからね。まずはスキャナーを直さないといけないんだけど、ネジ回しがいるんだよね。お手伝いしてくれるの？ありがとう。でも大丈夫。ジョージはうろうろしたり、いろんなものに触ったりしないで、そこでじっとしていてね。うん、さてと、ネジ回し。あれ、この人に乗りたくないんだよな。ちょっと、ジョージ？あれ？ジョージ、それネジ回しじゃないよ。あ、それ、もういらないものだからさ、ブブ君戻しといて。こっちかな、ネジ回し。ちょっと、ジョージ、何やってるの？ちょっと待って、それ僕の。もう、ちょっとジョージ、いつの間にって怒られたの？すごいね。あ、ジョージ、お手伝いしようとしてくれるの分かるよ。でもね、気をつけて。なんてことしてくれたんだ。綺麗じゃないか、ジョージ。君のおかげで次のアニメのアイデアが湧いてきたよ。うん、虹はね、僕たちの周りにはいつだって美しいものがあることを教えてくれるんだ。それはアニメを作るためのとっても素敵なアイデアだと僕は思うよ。うん、だけどその新しいアニメに取り掛かる前に、まずはこれを仕上げないとね。そのためにはネジ回しがいるんだよね。みんなも探してみて。え、見つけてくれたの？え、僕のポケットの中？あったー。ジョージ、君のおかげだよ。助かった。これでスキャナーを直して君を絵の中の世界に戻してあげることができるね。よーし、よいしょ。ジョージ、大丈夫？さよならを言うのは少し寂しいよね。でも大丈夫、これは本当のさよならじゃないんだよ。だって君のアニメを見るときはまたみんなで会えるからね。じゃあさよならは言わないでおこうか。みんなで一緒に手を振って、ジョージまたねって言ってあげようか。せーの、ジョージ、またね。さあジョージ、準備はいい？オッケー。帽子の中に飛び込んで、君が絵の中に戻れるようにスキャンしてみるよ。おお。ジョージ、大丈夫？
よし、スキャナーはもう治ってるはず。よし、あれ、もしかしてまたなの？ちょっとしっかりしてよスキャナーさん。あららら、ちょっと、あらら、あれ、ん、あ、やった、うまくいった。ジョージが絵の中に戻ってるよあれ、あ、どうやら黄色い帽子のおじさんはこの服返してほしいみたいだね。はい、どうぞ。そうだよね、借りた分はちゃんと返さないとね。はい、すみません、これってもしかして、もうなんなのこの爆発。お前じゃアニメーション作りが全然前に進まないよ。なんでこんなことになっちゃったんだろう。あーね、みんな、そっちは大丈夫？みんな、アニメーターがどうやってアニメーションを作ってるか分かってもらえたかな。今日は楽しんでもらえた？じゃあ僕はこれにて失礼するよあー、スキャナーの修理に取り掛からないとね。あと、ズボンも探さないと。この後もユニバーサルスタジオジャパンで素晴らしい一日を過ごしてね。えみんな、今日は来てくれてありがとう。またね。